大家好，我叫张时伟，今年35岁，我是一名电影导演。僕は1986年、中国の上海で生まれ、1999年に両親の仕事の都合で日本に来ました。子供の頃から映画を見るのが大好きで、11歳の頃には将来は映画監督になりたいという夢を持つようになりました。高校を卒業してアメリカの大学で映画監督の勉強をし、卒業後は中国と日本でミュージックビデオやファッション関係の CM、 優秀な在日中国人や日本の伝統文化やお祭りにフォーカスしたドキュメンタリー映画を監督しています。また最近では映画の監督もやり始めて、去年制作した短編映画シンクロは世界中で多くの賞を受賞し、好評を得ています。僕は中国と日本の2つの文化環境以外にもアメリカも含めた3つの文化環境を持ち合わせていると思います。僕は中国の上海で生まれ、両親の仕事の都合で3歳の頃に日本の東京に来ました。両親や親戚とは中国語、上海語を話してきましたが、それ以外の環境では日本語を使用し、日本人の友達しかいませんでした。高校生までの僕は、日本と中国の2つの文化環境を持ち合わせているというより、日本文化の影響を強く受けていたと思います。また、高校卒業後はアメリカに6年間留学していたので、アメリカ式の考え方や文化の影響を受けていたと思います。そんな僕が中国の文化にちゃんと触れられたのは、北京と上海で2年半ほど仕事をした時でした。中国人の友達との出会いや、生活面だけでなく、歴史やビジネスの進め方をその2年半で学び、どっぷりと中国の文化環境に浸りました。このような過程で3つの文化環境を徐々に段階的に吸収していきました。この僕のバックグラウンドが自分の映画作りにどのように影響しているかは、自分では正直わかりません。なぜなら僕は常に自分なりのハリウッド映画を作る気持ちで映画を作っていますが、完成した映画の感想を周りの人に聞くと、カメラアングルや編集の仕方はハリウッド映画みたいだけど、人物描写が日本映画らしいとか、中国人の感性が感じられる物語展開だなど、見る人によって、映画の文化面やスタイルに関しての感想がバラバラなんです。しかし、皆さんに共通した僕の映画への感想として、完全にハリウッド的でもなく、日本的でもなく、中国的でもない、3つの文化が混じり合ったスタイルがあるということです。これらの意見をもとにすると、僕の作る映画は、物語や技術面などの全ての映画作りの面で、中国、日本、アメリカの3つの文化の影響がところどころにミックスされたものであるというふうに感じられます。僕はアメリカの大学の映画監督コースに在籍し、映画の歴史や映画の構造論、映画監督としての必要な考え方やスキルなどを勉強してきましたが、特に印象に残っているのは、観客を飽きさせずに楽しませるには、観客を登場人物に共感させて感動させなければいけないという教えです。一見するととてもシンプルですが、この考えは今日まで自分の映画作りのモットーとして持ち続けています。 Thank you.